You're listening to Shibuya Cross FM. ここは初めましてじゃないけどね。ここは初めましてじゃないですよね。はい、あの聞いてる皆様、初めまして。こんにちは。じゃあちょっと自己紹介から。そうですね。初めまして、次元株式会社代表の、ジゲと申します。人めっちゃ見てくれてる。すごい人が見てる。いやもう初めてなんで、何を話したいのかわからないんですけれども。はい。はい、そうですね。まあ、簡単に私の自己紹介をさせていただくんですけれども、私自身自社で、車を作っていまして、今現在 100台限定で今車の販売をしています。まあ、自社で車を作ってるんですけどね。知ってるけど。知ってる。はい、そう、屋根がないんですよね。あ、そう、屋根がなくて、まあ、ちょっといびつな車で、ね、何回か乗られてるもんね。そう、頭が髪の毛長い女の子とかはもしゃもしゃになる。そうだそうだ、 髪型がね。だから、ロマンを求める男の人はいいかもしれないけど、デート向きじゃない。そうだね。女性受けはしないかもしれないね。そう、あとなんか梅雨の時期とかは雨降っちゃうとデートプランを全開しないとダメっていう。そうだね、アウトだね、それは。アウトだね、確かに。あとはまあそうだな、乗ってた体感としては、うん、まあずっと台風の中にいるみたいな。もうブワーみたいなね、風がね。あれはすごかったわ。あれはね、すごかったです。まあ、ただね、あとは目立ちたい人はね。あ、そうね、目立ちたい人にはまあいい車かもしれない。尻尾ついてるもんね。あ、そうそうそう、尻尾ついてる。尻尾っていうか、もうあれなんだろう、サメみたいなね。そう、シャキーンって、ね、画像あるかな。画像先ほどちょっとね、送ったので、うん、まあ、見てもらえたらなと思うんですけど。映せたらちょっと映していただきたいです。サメみたいなやつかっこいいよね、すごく。そう、めちゃめちゃかっこいいと思います。まあ、男性受けはするんじゃないかなと思います。おー、それです。そう、この車になりますね。サメみたいなやつ。そう、サメみたいなやつ。かっこいい。見たことないと思うんですけど、このなんか尻尾みたいなのは何の意味があるんですか？うん、いや、この尻尾は、まあ、あれですね、空気抵抗、まあ、風を切るように作られているもので、もともと戦闘機を作られた方がデザインしたものを僕がさらに改良して自社で車を作ったっていう。そうなんですね。はい。え、これどんぐらい出るんですか、スピードは。スピード、いや、その多分もともとは一応これはデモカーで作ってるんでそんなに速くないんですけど、まあ、でも普通の多分スポーツカーよりかはめちゃめちゃ速いと思います。この間富士スピードウェイで、はい、まあ、走らせたんだけど、もうダントツの1位でしたね。すごい。ダントツの1位で300キロぐらいですか。あ、それは出るね。出る。え、じゃ新幹線と競争して勝てるくらい。新幹線と走ったら勝て、どうなんだろう、新幹線どのぐらいなの速さ。新幹線360。あ、わかんないけど、いや多分新幹線の方が速いかもしれないな。まだ新幹線には勝てない。え、じゃ将来的には新幹線に勝てる車を。あ、気づいたらそんな目標になってた。作るかもしれない。なるほどね。確かに確かに、それ、うん、そういった目標もありかもしれないね。いいかもしれないですね。それは考えたことなかったけど面白いと思う。新幹線より早くね。じゃあ、なるほど、ロケットみたいな車をね。そうだね、ロケットみたいな車ね、作っていただいて。はい、まあ、今後もちょっとまたね、新しい企画を考えてて、うん、まあ、ちょっと次は、まあ、今回はちょっとレトロっぽい車なんだけど、はいはい、まあ、今後はちょっと未来カーにちょっと変えていこうかなと思って、まあ、ちょっとこれから企画をしていこうかなっていう。あ、まだ考えてない。まだ考えてない。なんとなく自分の中頭の中でイメージは湧いてるんだけど。あ、なんかトランスフォーマー的な。あー、そこまで。なんかトランスフォーマー、トランスフォーマーって言ったらあんまりなんだ、どっちかって結構アメ車が多いイメージよね。うん、わかんないか。話振っといて。話振っといて、わかんないか。そうかそうか。あれか、テチューラみたいな。あ、テチューラ、テチューラ。テスラね、あれもいい車よね。うん、あれね、ちょっといろいろあったみたいだけどね。なんかパレットがね。あ、そう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 、パレットっていうか、まあ、パッドみたいなのがあってね、でっかいパッドみたいなのがあってね。あれ確かに、便利よね。何でもできるみたいな。ね、あれは便利だわ。地図使いにくかったけど。いや、でもあれ一番地図使いやすくない？本当？
なんかすぐ戻るくない？で、まずあのなんだっけな、俺車いろんな車乗ってきたけど、あのナビ触れなくて、地図 見れないのよあれで、分かんなくて、だからもう全部携帯で見るんだけ ど。でもテスラに関してはあの確か Google ともつながってるから、携帯のマップと同じように出てくるから、そう連携してるわけじゃないか、連携はしてないのか、もともとがもうその画面だからめちゃめちゃ使いやすい。そうなんだ。車運転する人は大事ですね、そういうところ。大事大事。運転しないから。あ、そっか。助手席だもんね。そう、助手席担当で、そう、盛り上げ役なんで。なるほど。一応免許あるんですけど。ペーパーだっけ？あ、そう。なんかまだ取ったばっかりだから、青い。青いやつ。うん、で、これ次更新になると、あのゴールドになります。乗ってないけどゴールドなんだもんね。乗らずにゴールドっていう。いや、そこのルールもよくわかんない。俺もまだゴールドじゃないんだよね。だってまだなんだかんだ日本に来て6年目で。あれ日本人じゃなかったっけ？日本人じゃないよ。そうだね、そこもちょっとね、説明しないとかね。そうでした。そう、まあ、自分がね、今じゃないや、生まれと育ちが香港で、まあ、19年ぐらい香港にいたんだけど、そう、19歳から23はずっとロンドンにいて、まあ、ロンドンが大学がロンドンだったんですね。そうで、日本に来て今ちょうどもうすぐ6年目。おー、6歳。6歳。まだ生まれたて。6歳。でも日本語上手ですね。日本語は、そうね。まあ一応半分日本人っていうところで。半分日本人。半分日本人で半分フィリピン。ああ。そう。香港どこ行った？香港は全く関係ない。生まれと育ちが香港でっていう。あ、そうなんだ。そう、うちのまあ親父が、親父って言っていいのかな？なんて言ったらいいのかな？お父さん？お父さんが、まあ、香港で寿司を経営してて。お寿司。あ、そう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 、寿司好きだよね。魚好きだもんね。そう、お寿司経営してて、まあ、香港、中国、韓国って、まあ、いろんなところにこう何店舗か持ってたんだけど、あ、お父さんは日本人だけど香港にも住んでた。あ、そう、もうお父さんが、まあ、銀座でずっと修行してて、そう、ある先輩が香港で一回ちょっと、なんだ、お店出すかっていうことで、ちょっとお前ついてこいって言われて、それがきっかけで香港に来たっていうのが。あ、なるほどなるほど。そう、もうそれからずっと、もう何年の、もう40何年も向こうに、あ、お父様、もう香港にいるから、もう日本より香港の方が長かったっていう。じゃあお父様も日本語と香港語、広東語だね。広東語をペラペラだね。ペラペラ、すごい。だからか、日本語、広東語、英語がペラペラよね。そうそっか。じゃあ、その香港には、その英語のゲストの方がいらっしゃるから、英語ペラペラみたいな。そうだね、やっぱり自然とやっぱり英語で会話しなきゃいけないから、まあ、強制的に英語喋らなきゃいけなくなっちゃうね。すごい、日本から出たことないからな。どこ見たことないのか。日本語しか喋れない。あ、本当。まあまあね、まあ、たまたま自分も環境が良かったからね。まだ若いから。そう、まだ若いからね。若い、まあ、まだ確かに若いね。そう、これからね、ちょっといろんな海外に行ってね。なんでこれからちょっとね、海外行きたいなと思ってます。ちなみに海外はまずどこ行ってみたいと思う？海外はどこがいいかな。でも近場で言ったら、ちょっと韓国に、ミーハーなんで、美容師に。あ、なるほどね。そう、ちょっとお肌美容にね。お肌美容師に行きたいです。いいねいいね。確かに韓国といったら美容大国だからね。そう、いつもはね、SNS の中でね、生きてたら加工でごまかせるんですけど、なんて言ったってね、対面なんで、ここね。そうだね。加工でどうにもできない空間に。あ、でもいい感じに映ってるよ。あ、ほんと。ちょっとね、白と透明だから。でも白と黒なんだけど大丈夫。肌の色が。え、すごいね、本当だね。黒いね、地黒だ。え、フィリピン人だから？そうなのかな。もともと肌が茶色いよね。でも日本人でも黒い人いますよね。いる。何なんですかね。身近にいるね。色素みたいな。あ、色素なのかな。え、わからんけど。わかんない。ちょっと難しいな。わかんないな。ちょっと話がずれちゃったね、なんか。はい。戻しましょう。戻そうか。戻そうじゃないな。そう、じゃあ、自己紹介してたところだったよね。そう、じゃあ次元で車を作ってるってとこから飛躍してったけど、他に何かやってることあるですか？あ、そうそうそう、今ね、他にもまあいろんなこと、いろんな事業やってるんだけど、はい、
そうだな、自社で車作ってる以外に、カーシェアサービス、高級カーシェアサービスっていうのをやってるんだけど、じゃあこれは何かっていうと、まあ今の、まあ、自分と同じ、今も自分30なんだけど、若い、いや若い、棒読み、まあまあまあ棒読みあのなんだろう、今その自分ぐらいの世代の人たちってどうしてもこう車に憧れを持ってない人が多くて、もうなんかタイムズでいいや、電車でいいやっていう人たちがいて、あんまりこうなんだろう、こうなんていうのかな、夢がない人が多いなと思ってて確かに、でもそれって実際その、なんだろう、そう思ってしまうのはやっぱり高級車は高いとか、まあ、そういった多分イメージで買えないとか、まあ結局なんだろう、乗れないっていう認識、もうなんだろう、こう頭になっちゃってるから、なんだろう、どうしてもこう車をなんだろう、こう憧れの車、まあ、まあ、多分憧れてはいるんだけど、まあ買えないから、そう買えないからって拒否、もうもういまあいっかみたいになっちゃうんだよね。そう、そういう人たちが今多くて、うちの世代で、だからまあそういうのをちょっと改善したいなと思って、高級カーシェアサービスっていうのを始めたのね。そうで、これがまたすごくて。月額35,000円で、ベンツ、BMW、ポルシェ、ボルクスワーゲン、もう全部乗り放題。おお、35,000円で乗り放題。すごい。でもう一つポイントが、はい、カーシェアって言ったら、ワナンバーのイメージじゃん。ワナンバーっていうのはカーシェア、例えばタイムズとかで車を借りると、プレートのところにワってつくのよ。ワっていう意味はワナンバーの意味が、レンタル。あ、だから高級車乗ってもそこがワになってると、あ、この人レンタルしてんだなって分かっちゃうわけ。なるほど。そう、でもそれワナンバーじゃないから、はい、あたかも自分の車かのようにあ、なるほど、そうアピールできちゃうわけ。見えっぱりさんにね、そうそう、見えっぱりさんにはすごく良くて、そう、自分のステータスにもなるでしょ。そう、え、何この人って、この間 BMW 乗ってたのに今ベンツ乗ってるみたいな。へえ、そういう、なんだろう、まあ女性を口説きたいときにはめちゃくちゃいいんじゃないかなっていうなるほどなるほど、他ではないんで、他のサービスだとやっぱりどうしても、まあ比較してみると分かるんですけど、そう、うちはもう確実に最安値でめちゃくちゃいい車もたくさん乗れるし、まあ、ポルシェに乗れるというのはでかいと思います。ポルシェね、そう、月額35,000円で乗り放題よ。ポルシェって安いのでどれぐらいするんですか？ポルシェは安くて、でも本当に中古で安いものだったら、400万ぐらいからあるんじゃないかな。うん、一番高いのは、あ、まあ余裕でもう3,000。奥の車も確かにある、あるけど多分言ってもわからないと思うから、だから大体高くて3000、まあ500万ぐらいがマックスかな。3000万の車は置いて、置いてはないね。さすがにちょっとそれはリスクが高いかもしれない、ね、うん、だから置くとしたら、でもうちにあるのはパナメーラでしょ、カイエンでしょ、SUV ね、人気のやつですね。そう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 、よく知ってるね、それだけ。あ、それだけ。 SUV 嫌いなんで嫌い言わないで。あとは、あ、そう、ポルシェのボクスターとかね。ボクスターはめちゃくちゃかっこよくて、そう、うちのボクスターは マットブラックになってて、はいはいはい、上も開くのよ、そうで、2シーターなんだけど、はいはい、まあスポーツカーだよね。好きですね、植えないの。確かに植えないの好きだわ。自社で作ってるの植えないしね。髪の毛もしゃもしゃにしたいタイプですか？女の子の。多分女性受けはしないよね。なんかランキング見たことあります？あ、あるね、オープン、1位オープンカーみたい、2位なんかなんだっけな、シャコタン、3位がなんだろうな、イタシャみたいな、なんかそれが女の子受けが悪い車ベスト3みたいな。しかも1位オープンカーなんだ。いや1位か分かんない、忘れちゃった。まあでも別に女受けのために乗ってるわけじゃないから、うん、自分が好きだから乗ってるみたいな。そう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 、かっこいいもんね。そうそうそう。で、なんだっけ、話また飛んじゃったんだけど、月額35,000円で高級車乗り放題。それはどっから申し込めたりするんですか？申し込みはもう電話、どこで、あ、電話、いや電話じゃないな。申し込みはインスタでも行けるし、インスタからこう LINE 公式に飛んでもらえれば、すぐ登録できちゃいます。なんかインスタの ID とか言ってきますか？インスタの ID、あ、なんだろう、皆さんメモのご準備を。ハロー。はい。なんだろう、公式ないで、公式ないの、やべ、だってこんないい情報ね、皆さんね、どっから探せばいいんだろうってなりますよ、絶対。それか、次元とか
て調べたら出てきますか。あ、出てくる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 。もう逆にうちの会社を調べてもらえれば、うん、次元株式会社って調べてもらえれば。次元ってどういう字ですか。カタカナですか。次っていう漢字に次っていう漢字に、うん、元は、アルファベット大文字の、うん、大文字で GEN で、GEN、元で次元株式会社、うん、ただ困ったことに今ちょうどウェブサイト、はい、一昨日からメンテナンス中でおい、パズドラじゃないんだからメンテナンス朝終わらせてくれよ。いやなんかちょっといろんなサービス、ちょっと新しいサービスがいくつか出てきて、あーなるほどなるほど、そう今それをちょっと組み込むために、あ、じゃあパワーアップするわけだ。あ、そうパワーアップするから、ウェブサイトの、そう、だからそうだね、ウェブサイト見てもらって、はい、まあもう直接電話するなり、なんで全部でも全然登録はできるから。じゃあ、まあ、ウェブサイトは今ちょっとねメンテナンス中だけど、うん、まあ、インスタとかも次元で出てきますか。そうだね、あ、それか自分のインスタで DM くれれば、うん、逆に初期費用なしで、初期費用なしで、初期費用なしで、初期費用は4万5千円なんだけど、それ初期費用の方が高い。いや初期費用はあれだから初回、あなんだ最初の1回だけ、そう1回の、うん、1回のお支払いだから。まあ、自分に DM してもらえればその初期費用全部、はい、チャラでもん、いいよ。いや、どんぐらいこれ聞いてるんですかね、リスナーさんの皆様。どのぐらい聞いてるんだろう、わかんないけどね、わかんないね、ライブ配信じゃないから、そうだね、見れないけど。そうだね、ぜひ DM してください皆様。そう、DM もらえれば入会金無料です。入会金無料です。次元です。次っていう漢字に GEN 大文字です。あ、え、あ、でもあれか、インスタだから、自分のインスタだから、自分のインスタだったらもうフルネームだよね。あ、フルネーム、あ、そう、KEITA アンダーバー JIGE。 あ、ケイタジゲです。あ、そうそうそう、ケイタジゲです。ケイタアンダーバージゲ JIGE で検索してもらえれば、はい、インスタは出てくるかなっていう。はい、他には何かされてることありますか。他には西麻布の方でもバーやったりとかもしてますね。まあ、これはでも本当にもう趣味程度、趣味程度、趣味程度で、趣味程度ね、そう、バー、趣味って聞こえた。何の趣味だろうと思って。趣味だね、趣味ね、趣味、趣味、趣味。お酒は好きなんですか。お酒全然飲めない。なんでやねん。全く飲めない。もう本当にすごい飲めそうな顔だねって、飲めそうな感じ、飲めそうって言われるんだけど。そう、飲めそうって言われるんだけど全く飲めないから、うん、飲めないんですね。全く飲めない。もう缶ビール半分飲んだだけでも真っ赤になっちゃうし、あら眠くなるし、あら、もう一杯飲んだならもう寝てるね。あ、おやすみなさい。おやすみなさい。そうなんですね。全然趣味じゃない。全然趣味じゃないね。そう、でもやっぱりね、こういった高級車とかは使って、うん、って販売してるとお客さんとどうしてもこう、なんだろう、接待とかがあるから、はいはい、はい、そういった時に自分のバーとかがあるとすごくやりやすいなっていう。なるほど。そう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 、だからまあ持っててもいいかなっていうふうに思って。なるほど。そう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 、でそれでまあバーを立ち上げたっていう、隠れ家的な、隠れ家的な、そう、しかも地下なのよ。あ、そうなんですね。そう、地下なだけに地下なんですよ。地下の感じがね、地下と書きます。そう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 、わかりにくいボケをね、私にしかわからないボケをね、からんっていうしないでほしいですね。そう、でそれがまあカラオケ C 社バーになってるんだけど、うん、あ、 C 社も、そうそう、 C 社も、いいですね。 C 社もまた最先端で、うん、はいはいはい、電子 C 社になってるね。電子 C 社、電子 C 社、あ、電子 C 社、炭がいらない。あ、もう炭いらない。え、コンセント、そう、なんかこういうなんかまあもう形はもうよくその C 社さんとかにあるようなこう形なんだけど、はいはいはい、もう電子になってて、ここからレーザービームが出てくるんだけど、うん、レーザービーム。そう、そこに息を煙吹かけると、ここからレーザービームがブワーって出てきて、まあ、ちょっとまあ今でいうインスタ映え、あー、聞きましたか女子の皆さん、インスタ映えですね。そう、インスタ映えめちゃめちゃするから、わかんないよ、もう今時女子が聞いてるかわかんないけど。ねえ、めちゃめちゃ聞いてるんじゃない。うん、うん、一般の方はさ、入れるんですか、予約とかいるんですか。予約はいらない、もう普通にフラッと入ってきてもらってもいいし、ヤッホーみたいな。そうそう、ヤッホーってもらって。まあ基本的に金土は忙しいから入れるかわからないけど、まあ運が良ければ全然入れるかなって。何時からオープンしてるんですか。オープンが8時から。8時。でクローズが朝の5時まで。あ、結構まあ割と長くやってる。うん、うん。大体みんな2次会3次会でよく使うかなっていう感じかな。そう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 。ちなみにどんなお酒が置いてますか。どんなお酒、すげえ難しいこと言ってるじゃん。お酒わかんない人に。あ、そうだった。そうだった。でも通常なんか通常よく出るようなものは多分基本的にはあるのかなっていう。うん、今度行ってみよう。はい、そうだね。おいでおいで。適当になった。あとは、あ、
じゃあちょっとね、まあ、せっかくだからね、はい、あのうちの、まあ、もう一つ、新しい活動を始めてて、そう最近ね、そう最近ね、はい、それが、まあ、アイドルプロデュース、はい、を、してまして、はいはい、で今目の前に、いるんですけど、今この一緒に話してる子が、はい、まあ、イブっていう名前で、はい、今アイドル活動をしていて、してますね、はい、高級車をかっこよく乗り回すアイドルグループ、あ、なんていうんだっけ、高級車、そう、これですね、これですね、そう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 、そう、こちらでございます。最近ね、デビューしたんだもんね、はい、ちょっと簡単に、なんだろう、イブちゃんの方で何か自己紹介してもらえたらなと思うんだけど。自己紹介、雑な振りですね。俺が説明しようか、あ、うん、大丈夫、あのね、5月10日にね、デビューしました、デビューしたばっかりなんですよ。そう、ぜひ応援してください。で、あの結成がなんと3月末なんですね。で、3月末で急ピッチで5月10日に向けて、まあ、ダンスと曲を作っていただいて、まあ、1ヶ月で仕上げてステージに立ったっていうところで、もう私、あの昔ダンスしてたんで、うん、まだまあまだダンスはいけたんですけど、うん、歌がね、音痴なんですよ。まあでも音痴はさ、逆に癖がないってことだから。そう、カラオケはめっちゃ好きなんだけど、うん、なんかね、日本人特有なのかな、わかんないんですけど、喉で声を発しちゃうみたいな。そうだね、そうだね、すごい歌ってると喉がしんどくなってくるみたいな。で、最近ちょっとね、歌手のマイラさんっていう方に出会って、今ね、ボイトレをお願いしてるんですけど、すっごいパワフルで、その方がなんと72歳なんですよ。やばいやばい。まあ知ってる方なんですけどね。まあ知ってるね。紹介したの俺だけどね。そう、 そう、紹介していただいて、うん、そう、なんかすっごい、もう1回目のレッスンの前に、前らは絶対あのめちゃくそボロカス言うから、あの心鍛えていけないよみたいな、折れんなよみたいな、覚悟していけよって、そうそうそう、覚悟していけよって、めっちゃあの脅されて、うん、みたいな、頑張ろうみたいな感じで言ったら、前らベタ褒め、えみたいな、大丈夫みたいな、明日地球滅ぶんじゃないみたいな、私オンチなのにと思って行って、そしたら、大丈夫だよ、あなたは世界取れるって言われたんで、ね、ちょっとなんか言ってることと違うじゃんみたいなね、僕言われたもんね、イブからね。そうなんで、でもそのぐらいね、でもだからそのぐらいなんだろう、魅力があるってことだよ、ポテンシャルがあるみたいなんで、ポテンシャルがあるって言われてね、世界目指していきたいなと思います。いいね、その勢いでいこう。で、世界でもぶっちゃけね、世界目指しに行くからね。あ、そうそう、で、うちのね、アイドルもう一人いるんだよね。そうそう、まあ、この間もここにあのね、あ、そうそうそう、ゲストで来てたもんね、そう、レンちゃん、レンちゃんっていう子なんだけど、今はね、北海道、そう、今北海道でね、帰省中、帰省中なんでね、そう、今日来れなかったんですけど、そうそうそう、来月かな、来月の確か5日がレンちゃんのね、うん、確か番組、あー言ってたね、だったと思うんだけど、うん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 、そう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 、で、また19日にもね、あ、そう、また19日はね、うん、あの3人かな、うちら3人だよね、多分、あれ、トディは、あ、そうだ、4人だ4人でやるのか、そう、そう、4人で、そうそうそう、ゲストでね、出ることになってるんだよね、うん、そう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 、なんでね、ちょっとまあ4人次元の社長と副社長と、まあ、ローザ、あ、グループ名言い忘れてました、ローザって言います。そうそう、ローザがね、そう、ローザのイブとレンがね、勢ぞろいするので、あの、なんだっけ、あの PO3A って書いてあるじゃん、あ、そうそうそう、あれってどういう意味だったっけ、あ、ロシア語で、うん、あのバラって意味です。あ、そうそうそう、こちらですね、これね、PO3A って書いてあるんだけど、はい、これで、まあ、あのローザって言うんですけど、かっこいい感じにしたくて探してきました。まあ、この2人が、まあ、うちらが車屋っていうこともあって、やっぱりこう車を打ち出しながらも、うん、こうやってあの、なんだろう、こうラグジュアリーなあのアイドルをもう育てていきたいなっていうところで、まあ、高級車をかっこよく乗ります、ペーパーなんですけどね、女性アイドル車。ちょっと運転できるように、ちょっと練習してもらわないとだね。ちょっと運転手なってくれる人いるかな。運転手さん募集します。運転手募集、私のね、あ、まあ、そうね、はい、助手席専門だもんね、うん、あ、でもダンディーな感じがいいんで、ちょっと白髪で、うん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 、おひげの生えた、まあ、70ぐらいの、もうあの人しかいないじゃん。おじい様いらっしゃらないかしら、リスナー様に。せと、いとのがつく人じゃん。こっちだけの話だね、こっちしかわかんないからね。あ、もしあれだったら、ちょっと一口プロデューサーの話も、あ、ね、していきましょうかね。そうですね、今デビューして
2週間3週間経って、ね、ようやくねアイドル活動本番みたいな、これから本番ね。え、次は6月23だっけ。あ、そうです、そうだよね、6月23日に、新宿の方か、うん、ね、この間は、5月10日を400人ぐらいの規模でねライブさせてもらってね、はい、そうです。どうだった、その感想は。よかった、よかった。でもなんかあっという間に終わっちゃった感じしますね。まあそうだよね、1ヶ月必死に頑張って練習したもんね。そう、たった1曲だったんで、ね、たった1曲って言い方はあれかもしれないですけど、まあそうね、まあ1曲に全力投球したみたいな、ね、してたもんね頑張ったよね。うん、でも楽しかったです。ね、次は6月23だもんね、はい、それがなったんだっけ、新曲も出るんだっけ。新曲ね、今練習してます、これからだね。これからです、楽しみに。ぜひね、6月23日皆さんお時間があればね、うん、見に来てほしいね。そうです ね、 ね。いや、ここでデビュー曲でも聴いていただけますか。あちょっと聴いてもらいたいですね。用意しているんです、実は。うん、そう、用意してるんでねちょっと聴いてもらいたいですね。うん、願いできますかね。曲名は、曲名はハーリーですあ、ちょっと発音訳でハーリーですあー、これ帰国子女ぶってる帰国子女ではないのか、外人ぶってるわ。外人、いやでも香港までの香港さんって外人だよね。あ、始まった。Yeah.
ありがとうございます。ありがとうございます。いかがだったでしょうか？ね、こんな素敵な、ね、曲を提供してくださったのはうるわしさん。うるわしさん、そう、うるわしさんね、ちょっとせっかくだからうるわしさんのね、うん、え、プロフィール、うるわしさんめちゃめちゃすごいですよね。そうだね、もうめちゃめちゃ、あの Apple Music で、あのうるわしって全部小文字で、あのローマ字で調べていただいたら、あのもうね、すぐ出てくるんですけど。そうね、アーティスト写真がね、ちょっと いかつめな感じですかね。 あれ結構ちょっとちょっとイケイケなね、写真なんだけどね。ちょっとね、いかつめな感じなんですけど、もうすっごい、もう仕事人間って感じでね。そう、めちゃめちゃね、うん、すごい人で、この間なんかレーベルとかなんか撮ってたのかな。ね、なんかあの急上昇で、なんか何でしたっけ、ビーズとか、うん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 、うん、あと誰だったっけ、あ、そうだね、ワンオフ、そう、なんかその辺とかをなんか抜かしたみたいな、抜いてね、アップルミュージックだったかな、うん、確か。そう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 、アップルミュージックの急上昇に乗ったみたいな、ね、そう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 、最近ね、そういったね、はい、楽曲提供していただいて本当に。でもね、うちらの先生っていうのがもう本当に多分二人はすごい、なんだろう、あの、うん、めちゃめちゃ英才教育、そう、恵まれてます。恵まれてると思う、本当に。いや、とんでもないです。いや、本当に逆に俺を言うのはもう、あの協力してくれてるね、うるわしさんとりょうさんに感謝ですね。そう、りょうさんね、うん、うるわしさん、りょうさん、マイラケイですね。そう、りょうさんはあのダンスを教えてくださってる講師の方で、そうだね、めちゃめちゃかっこいいダンスが、もうね、なんだろう、なん、もう言葉では言い表せないね、うん、だから本当すごい人だよね。だからそれこそ安室奈美恵ちゃんだったり、倖田來未だったり、もう本当に名だたる有名、あ、もうそれこそ東方神起、スマップも嵐も、もう全部そこのね、あのパフォーマーとかもね、まあ講師やったりとか、それこそ、うんうんうん、そういった有名な人たちのバックダンスやったりとか、バックダンスやってると怒れちゃうからあれだから、うん、パフォーマーって言わないとってよく言われるんだけど、しましよく言われるんだけど、それよく言われるから、失礼しました。そう、りょうさんに、いや、もうバックダンスってあんまり言われたくないよねって、パフォーマーって言ってもらわない、かっこいいですよね。そう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 、もうなんか全部取っていっちゃいそうなね、もう本当にね、そう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 、なんかその、なんだろうな、見てる人もダンスしてない人も分かるぐらい、なんかすっごい独特な世界観、もうなんだろう、で、うん、共同しちゃうとね、もうその世界に、ね、引き込まれちゃうみたいなね。そう、めちゃめちゃ素敵なダンスをされる方ですね。ただちょっとね、あの全然文句じゃないんですけど、うん、もう難しい、あ、難しい、そうだね、そうだね、あのもうペーペーなダンスをしてた私から、うん、するともうなんかあのいきなりなんか高尾山登ってたのがエベレスト登ってる感じマジだいぶだいぶハードル高いね。そう、なるほど、ね、それをね、あの1ヶ月で仕上げるっていう、でもよくついてったよね。でも根性です、根性だね、負けず嫌いなんで。あ、そうだね、もうやると決めた以上ね、うん、そう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 、そうだね、確かに確かに、なんかね、中途半端でやるのはね、そう、教えてくださってる人にも失礼だし、うん、まあ、自分の中のねあれが許さないんで。あ、そうだね、プライドがね、プライドがねなんかそれイベもレンもそうだけどプライド高いよね。あ、そう、エベレスト級ね、もう本当にもう目指してるものもやっぱりね、うもうエベレスト級だからね。そう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 、負けたくないからね、負けたくないっていうね、やっぱそういう意識大事よね。まあそうですね、うん、やる以上やっぱりね、うん、こんなすごい人たちを動かしてるから、うんうん、ね、やっぱりやるならとことんやってもらいたいなっていう気持ちもあるし、やってます、うん、そうだね、やってくれてるね、ありがとうね。まあね、あとは、まあ、うるわしさんの、うるわしさんはそのなんだろう、まあ、どういうふうに説明したいのかな、一応トラックメイクを高いレベルで自己表現できるビートメーカーって言われてて、うん、まあ、エモーショナルでノスタルジックチルくてエモいネオソウルな曲に定評があるって書いてあるんだけど、横文字すぎて頭に入ってこない結局はなんかもう聞いてもらったら一発で分かるんですけど、だから R&B とか、あ、そうだね、なんかちょっとセクシーなね、ちょっとエモいようなね、そうなんかいい感じのバーとか、うん、あのちょっと敷居の高いクラブとか、なんか金持ちが集まりそうなところで流れてる、そうだね、なんかちょっとなんか ね, いいねこう高級感がねあるようなね、そうそうそう、曲作りをね、でももううるわしさん
森尾さんもそうだけど、本当にお互いの世界観がすごすぎて、誰も持ってないような世界観なんで、なんかこのお二方に出会えたことは本当奇跡だなと思います、ね、奇跡だね、本当感謝だよ、うん、本当に。でもあのそれこそうるわしさん紹介してくれたのがあれだよ、マイラ K よ。あ、マイラすごい。そう、マイラ K に紹介してもらって、そう、さすがマイラ K。パワフルおばあちゃま。そう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 、おばあちゃまとか言ったらね、怒れ、どっちかれるかもしれない。お姉様よって言われた。お姉様でした。そう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 。そんなね、素晴らしい人たちに恵まれてね、これからアイドル活動をねしていくんだけど ね、それちょっとね、まあ、今後そのアイドルたちをちょっと応援してもらいたいっていう気持ちで、まあ、ちょっと自分なりにちょっとプランを考えたんだけど、まあ、ちょっとそのプランとかもちょっと見てもらえたらね、一口プロデューサーのね、あ、そう、一口プロデューサーのプランをちょっと、すいません、再度また表示していただけますか。かっこいい車出てきたわね、そうですね、はい、まあ、プラン A、 これがあら、あ、そうですね、それですね、はい、で一口プロデューサー、まあ、これがプラン A で、まあ、月額1万円で、まあ、こういったサービスが受けられますよっていうのがあるんですけど、まあ、ライブチケット1枚無料、うん、で T シャツに、まあ、名前だったり自分の個人の名前だったり、まあ、企業様の名前の印刷、うんうん、あと、まあ、オリジナルステッカー、あとはポストカード、あとはまあローズ、まあ、ローズはどんなあれだったんだっけ、なんかあのブリザードフラワーにするか、うん、まあ、そうなんね、草花にするかちょっと決めてないんですけど、1ヶ月に1本で、それをある程度の期間、うん、貯めてもらったら、まあ、私たちにプレゼントしていただくっていう結局返すんかいみたいな、返すんかいみたいなね、まあ、でもね、そういったお花をね渡せるっていうのはね、まあ、ね、ぜひぜひ嬉しいね、話だよね、そうだね、わかんないよ、嬉しいかわかんないよもうでもそれ以上にファンを喜ばせてね、あげたらね、そうね、お花をちょっとアレンジしようかなと思ってて、なんかラメとかあるじゃないですか、ラメで綺麗にしたりとか、なんか花びら一枚にメッセージ、まあ、それも全部手作りでね、手作りというかもうあのね、そのラメだったりとかそういったものはもう全部うちのそのイブとレンちゃんがね、アイドル2人が手掛けて、そのローズをプレゼントするっていう、そうです、世界に一つだけの花です、そうよね、もうなんかちょっとスマップとかけて曲名取っちゃってるけど、うん、ね、で月額1万円のお客さんに関しては、まあ、VIP イベントっていうのを開催してるんですけど、あ、そう、ね、これね、すっごい、これはめちゃめちゃ酒好きにはたまんないですね、そうだね、まあ、イブもレンも日本酒が好きだからね、はい、まあ、その日本酒会ではないまあ日本酒会もやりながら、まあVIP のプラン A の方と、はい、こうもっと親密になってもらうために、まあ、お二人がなんていうのこれ、手弱、あ、そうがついでくれるのか、なんていうのこれ、おちょこ、何、二人がなんとかして回りますって書いてあるけど、これ一番最後、お酌だよ、お酌か、お酌して回ります、だからこれだから外国人は本当に、そう、まあ、そういったねイベントをねやるんだけどね、はい、日本酒はね、私がセレクトいたします、大好きなんで、日本酒大好きだからね、大好きなんで、ちなみに日本酒は何が一番好きなの、日本酒はでも一番は選べなくて、うん、ただ一番最初に好きになった銘柄は山形のバクレンです、ね、バクレン、はい、皆さん覚えておいてください、バクレンだそうですバクレン、そう、辛口とか好きな方はね好きかもしれないです、ね、これプレゼントしたらもう相当喜ぶでしょ、あ、結構喜びます、どのぐらい喜ぶ、この壁打ち抜きぐらい、ごめん、なんか無茶ぶりなこと言っちゃった今わかんないそう、でも結構好きです ね、まあ、日本酒は私もう本当に iPhone のメモに日本酒リストみたいなのを作ってるぐらい好きなんで相当好きだもんね、そう、なんか銘柄、場所、あと大吟醸とか吟醸とか純米酒とかいろいろその米の削り方でまた味が変わってくるんですけど、まあ、ここはコアな話なんですけど、うん、もうコアな話で俺何も分かんない何も入ってこないんだけどそう、それをメモって、あったら飲みます、
そこのお店にね行ってあったら飲むし、なかったらそういうのこれを見せてテイストで店員さんとかお寿司屋さんとかはやっぱお酒詳しいんで選んでもらって新しい出会いっていうのを探してます。なるほどね、お酒とのはいはい、お酒とのねそうお酒とのもう人間はいいんででももう魚とお酒があればね、魚とお酒があればね私生きていけるんですよ。そうだね、そう言ってたもんね。そうそれをみんなに覚えておいてもらいましょ う, そ う, そ う, そ う, あ次そうお魚といったら、うん、お寿司大好きなんで、あ寿司ね、ちょっと寿司アイドルしようかなと思って、あその話してなかったそうだまたね、また一つの活動のちょっとまた飛んじゃうんだけど、えどうする、それ後にする、今にする、あまだまだあのプラン B も言ってないけど、あプラン B もいいんじゃない、えもういいのちょっとそれ話しときたいじゃん。じゃあプラン B 話してください。そうプラン A が月額1万円でプラン B が月額5000円、ね、この5000円でまあライブチケットが1枚 50% オフで購入できますと、はい、でその他にまあオリジナルステッカーとポストカードが毎月ついてきます、はい、毎月、はい、うん、毎月、まあ、ついてきますという、はい、違うやつね、毎回同じのいらないよって、ね、いらないね、転売屋だよそれは転売屋転売屋しないと、まあ、そうですね、まあまあ、まずはね、月額1万円からというよりかはもう本当にプラン B、うん、それからまあプラン C もあるんですけど、うん、プラン C はもう本当にお手軽にまあ、その2500円、月額2500円で、まあ、ライブチケット1枚500円オフとでオリジナルステッカーがついてくると、うん、まあ、本当に気持ちちょっとでも興味があるなって思った人はちょっと一回 ね, ねプラン C でちょっと試しにちょっと入ってみて、はい、まあ、ライブにもご招待するので、うんうんうん、まあ、ライブにも来てもらってで、あめちゃめちゃファンになったかもって思ったらプラン B プラン A に上げてもらえればね、まあ一番理想かなっていう、ね、VIP イベントはね、うん、絶対いいと思うよ、ね、そうだね、 VIP イベントはもう VIP イベントでね多分もう盛大にやるからね、うん、そう、うん、もうね場所とかもねちょっとね内々、ね、にね決めちゃったりしてるんで、めっちゃ素敵な場所なんですけど、今はねまだね決定じゃないんで、そうここは、ね、まだね公開はできないからね、オフレコなんですけど、まあ、一応でもね6月ぐらいからはねもう本格的に ね, ねプロ一口プロデューサーっていうのを募っていこうかなとは思ってます、はい、でもファンクラブって思ったらね全然安いですよね。そうだね、多分嵐のファンクラブ入ってたのかな、いくらだったかな、5000、1万円どっちかな、8000円、忘れちゃったなんか高校生なりに頑張って払ってた気がします。あでも払ってたんだね。払ってました。好きだったんで。ね、でもね、その時嵐が最絶頂に人気な時で、一回も行けなかったライブ。当たんなかった。ああ当たんないんだ。当たんない全然。だから、まあ、また子にグッズ頼んで、一人でこうやって映像を見ながらこうやってペンライト。応援してたんだ。けなげに。なるほどね。はい、でも当たった時はラッキーだけどね。でも当たんなかった、まあ、相当でもファンが多すぎるからね。そう、うん、本当に そ, う、ね、それぐらいなりたいですよね。そうだね、もう取れないみたいな、そうだ、ね、ローザのチケット取れない、ね、とりあえずあの今もう全然取れるみたいなとりあえずプラン A の月額1万円は、まあ、250人ぐらいではもう止めようかなと思ってる。あ止めちゃうんだ、うん、一回止めてちょっとまあまあ、多分ここからまたグレードアップする形になるから、あ、うん、まあ、今はまあこの価格帯で一口プロデューサーっていうのをちょっと募っていこうかなと思ってる、うん、ある程度は早いもん勝ち、早いもの勝ちだね、うん、もうずっとこの金額にはなります。なるほどなるほど、はい、じゃ あ, あそうださっきあの寿司アイドルをやりたいって話 ね, あさっきね、あそう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 、その続きをちょっと話しようかな、高級車の写真を見てね、うんうんうん、なんで寿司アイドルやねんってね、そうだね、なると思うんですけど、そう、まあ、ここのちょっと簡単に説明させていただきますと、6月の、10日から、うん、まあ、新しいプロジェクトを始めていて、それがあの6月の10日、あ 6, 月あ6月の10日始める予定、ね、あそうスタート、ーもうスタートが6月の10日なんだけど、はいはいはい、まあ、それ何かというとあの寿司学校、そう寿司学校、寿司学校っていうのも始めるんだけれども、うん、まあ、そこで何をするかっていうと、もう本当にその通りで寿司職人を育てるっていうプロにするための学校で、まあ、そういった、まあ、プロジェクトを始めまして、はいはい、で千葉にある行徳っていうところの、まあ、お寿司屋さんをもう、うん、もうそこ、もうそこお寿司屋さんになってるんだけど、そこを学校にするっていう、うん、あそのお寿司屋さんは一回営業しないってことですか。あそうそうそう、もう学校にしちゃって、そこでもう皆さんにトレーニングをしてもらって。広いんですか。広い広い、結構でかい、へ
結構でかいお寿司屋さんで、東京ドーム5個分ぐらい。あ、そんなでかくない。それは言い過ぎ。失礼しました。でもまあ本当にあの大きくて、そう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 、まあ、そこでまあ皆さんにちょっとあのしかもその大将っていうのが、大将、そう、はい、うちの親父、お父さん。あ、お父様。あ、そう、お父さん。お父様は日本にいるんですか。そう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 、今もう日本に来てて。あ、そうなんですね。そう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 、その自分のお父さんがそこの大将になって、そう、まあ、みんなにそのこれからその若い子たちにお寿司を、うん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 、お寿司の握り方を教えていくっていう。お父様は今年齢とかを聞いても、年齢でいうと今66かな。結構元気。うん、だいぶ元気だね。まだ働かせるのかって言われたけど。かわいそう。ちょっと親孝行してくださいね。ブランダから働くのは好きだから。あ、そうですね。まあ、職人気質の方ってね、そう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 、いつまでもなんかそういう、もう引退したのにまた働かせるのかと言われたけど。まあ、ちょっとね、せっかくのねチャンスだからさ、うん、まあ、こういったね、うん、若い人たちに寿司の握り方っていうのを教えるってなかなかないことだし、うんうんうん、そう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 。で、まあ、うちの学校っていうのはもう入り口から出口までも出来上がっていて、そうで、じゃあそれは何かっていうと、入り口、うんうん、まあ、入り口はまあここでまあ特訓してもらう、レッスンしてもらって、うん、なんか入学するのにテストとかいるんですか。入学するのに今、ね、あれがもらえる、こういうやつだっけ、認定、なんとか認定、そのプロなり、プロとして認めますっていう。入学するとき。あ、入学するとき、入学するとき何？え、テストあるって。テスト、あ、それはない、それはない、うん、それはない。あ、じゃあ金さえあればみたいな。お、言い方ね、言い方、言い方。そう、金さえあればそう入学はできる。でも大して高くはないんだ。あ、そうなんですね。そうそうそう、もう本当に入り口はすごく、うん、すごく安くて、うん、ちょっと金額ちょっと、うん、忘れちゃった。忘れるなぁ。そうそうそう、本当に。まあ、そこのね、うん、寿司学校も始めて、ね、これからね週一プランでね。あ、そうです。そうね、寿司好きすぎて、寿司好きすぎて行こうかなって、好きすぎてもう自分でさばけるようになって、寿司を握れるようになるために、そう、訓練していくんだよね。そうそう。でも本当にもう魚も好きだしね、日本酒も好きだから、うん、すごい多分相性はいいと思うし、そう、だからね、アイドルせっかくやってるのであればね、なんかこう、さばけるアイドルみたいな、さばけるね、さばけるアイドルってまたなんかちょっとあれだけど、あ、魚をさばけるアイドルとしてね。まあ、それはそれでね、面白い企画になると思うから、うんうん、だからね、もうぜひやってくれっていうことでね。卒業したらね、店を開こうと思って。そうだね、お店をね、小さなちょっと会員制のね、そうです、お寿司屋さんをね開こうかなと思ってるよね。寿司アイドルとしてね、活動してね、うん。普通の方はお店持つ感じですか。いや、普通の人は多分お店持たない。その入り口から出口の、その出口っていうのが、うん、まあ、海外に、海外、あ、そう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 、もう、派遣先はもうあって、はいはいはい、いくつかあって、まあ、そこがまあやっぱり今世界中今寿司職人が足りてないのよ。あ、そうだから、その寿司職人が足りてないから、うちらで育てて、うん、出口はもう派遣先、もうその求めてるところに派遣していくっていう。で、これがまた夢があって、年収2000万ぐらい稼げちゃうのよ。うん、そう、大企業のなんか役職ぐらい、あ、もらえますね。そのぐらいもらえるよね。日本だと、うん、そうだね。すごい。そう、年収2000万も全然夢じゃないんで、だからまあみんな最初はちょっと初期投資として、うんうんうん、10ヶ月。10ヶ月。最短10ヶ月でプロになれるんで。うん、すごいですね。そう、で、週5プランと週1プランっていうのがあるんだけど、うんうんうん、その週5プラン、まあ、週5プランが一番いいんだけどね。うんうんうん、そう、週5プランの、週5プランに出てもらえれば、うん、そこで10ヶ月、うん、レッスンしてもらえれば、うんうん、修行を受ければ、うん、まあ、10ヶ月後にはプロになれるのかなっていう、うん、まあどうなのかな、10ヶ月でプロになるかは分からないけど、知らんけど、気合次第、まあ、気合だね、最短で10ヶ月。みんなね、お金払ってるからね。そうだね、気合入れてやるでしょ。やる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 、やっぱり損したくないしね、うんうんうん、そう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 。で、そこでまあプロになってもらって海外に行ってもらうっていう。でも海外生活不安じゃないのかな。まあでも人によりけりみたいな。そうだね、まあ今の人はあんまり、でも今の人結構あれだね、どっちかというと海外に結構ね興味持っていく人とかって結構多いと思うね。移住してる人って多くない今多分。わかんない、わかんない。そっか、今カゴの中の鳥だから海外行かないもんね。そう、日本にずっといるんで。そうだね、なんかベトナムでお寿司屋さん経営者人とかって言ったもんね。あー、なんか聞きました、ね、昨日だっけ。あ、そう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 、ね、そう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 、ね、そうやるかみたいな話したもんね。私は行かないです。めっちゃ行くみたいなこと言ってたじゃん。言ってた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 。ノリはいい方なんで。でも現実主義なんで。現実主義だね。そうだね。そう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 。もう言うてる間にあとね、残りがあと何分？
1分じゃない？あと1分か、あなんだかんだ ねえ、あと30秒みたいなのでねえ、急遽ねあのね、急遽代理でね、ここね、代打か、代打でね、うん、なんて言ってんの、代理代理って代打でね、来てくれっていうことだったんでね、まあ初めてのラジオだったけど、でも楽しかったね。そうです ね、これお外も結構皆さん聞いてくれる人がいらっしゃって、うん、ね、またね、ちょっともうちょっとまとめてから話したいなと思います。そうだね、特に何のね、打ち合わせもなかったからねまあ今回でもいい経験させていただいたからね、はい、はい、まあ、次は6月の19、うん、対談って感じで ね、 って感じでね、4人で指定させてもらって、うん、うちの、アイドルイブとレン、うん、ちゃんがね、うん、出演するからね、終わり